アカデミーレバンというワインスクールで専任講師をしています白川亜希と申します。よろしくお願いします。グラスの印象はなんですけども、まずこの直線と曲線の融合ですごくおしゃれでスタイリッシュだなと思ったのと、すごく足が長いんですね。だからとてもこうテーブル映えしそうだなと印象。それから実はこれパッと見た時にハンドメイドなんじゃないかと思ったんですけども、後からお伺いしたら違うって言われてすごくびっくりしました。で、何よりもすごく軽いっていうのが、なんかこんな軽いマシンメイドのグラスがあるんだっていうのがとてもびっくりしました。まず泡がすごく見やすい、今もこう細やかな泡立ちがわーってこう下から上がってきて、それがまずこのシャンパングラスに関しては大きなアドバンテージだと思います。やっぱり泡ってスパークリングワインって泡が命なので、これは見やすいっていうのは今までになかったということだと思います。このグラスを使うとなんですけども、非常にこう泡立ちが繊細に感じるんですよね。ここがおそらく薄いせいだと思うんですけども、これまでのグラスよりもよりグッと繊細に感じることができます。それからこの中盤からの広がりですね、よいさんとこう中盤からの広がりなんですけども、この瓶内熟成による滑らかなこのテクスチャー、これもよりこうリアルに感じられる、まるで本当にグラスがないかのような、印象に感じられます。アフターには本当に心地よい苦みが感じるワインですね。この薄さっていうのが美味しさの秘密だと思います。そうですね、立ち上がりからこう第一アロマ豊かな香りが感じられますので、今日みたいに 30% ずつブレンドしたような、バランスの良い、シャンパンにはもちろん、いいですし、ブランドノワールで結構赤い果実が感じられるようなものでももちろんいいと思うんですね。私がいろいろ試してとても驚いたのがブランドブラン、結構スティーリーな感じでミネラル感豊かで、結構果実味が抑制されているものでもこのグラスに入れて飲むと、この形状のゆえか、こう最初から果実味を引き出すことができて、一番結構変わったなって思える組み合わせだったんですね。はい、ドンペリをこれで飲ませていただきまして、結構ドンペリ瓶内熟成長いのでスパイシーで、なかなかこう細まったグラスだとその香りを楽しむことができないんですけども、苔が広くてこう温度上昇が早いせいか、空気接触が多いせいか、結構立ち上がりからその豊かな香りを楽しめたので、いわゆるこうヴィンテージシャンパーニュ、瓶内熟成が長いものもこれ実力発揮するなっていうふうに感じました。ですね、お料理とのこの合わせという観点では、フルート型っていうのは最初の乾杯でこの泡を楽しんで高揚感、泡だみたいなのいいんですけど、香りがやっぱりちょっとフルート型だと、ちょっとこう取りづらいっていうのはディスアドバンテージなんですね。でもこのグラスであれば、この泡も楽しめて、ボールの部分もありますので、お料理の中盤後半までしっかり楽しめるグラスだと思います。この、シャルドネグラスに関しては、本当にこの面積が大きいので、この口径が大きいので、もう入れた瞬間からデキャンティングしているのと同じ効果で、結構香りの立ち上がりが早いんですね。第一アロマ
第2アロマ、第3アロマがパッとこう上がってくるし、温度の上昇も結構早いので、結構冷蔵庫で冷やしていて、こう注いだ時なんか早く上がってほしいなって思う時なんかには、デキャンタン中なしですぐ楽しめるっていうのがこのダイヤモンドグラスのとてもいいところだし、あとたくさん入れなくてもこのボールで香りをキャッチできるっていうのがとてもすごいなというふうに思いました。はい、本当にこうゆったりとしたアタックが楽しめます。何でしょうか、 ISO グラスとか結構スーッと入ってちゃって、アタックがあれ分からなかったよってことがあるんですけども、アタックからこうゴージャスな印象が楽しめるというのがすごいところですよね。辛口で酸はこう柔らかい印象です。このシャルドネっていうと檻との接触ってやっぱり重要な作り方だと思うんですが、さっきのシャンパン同様、こう口当たりの滑らかさっていうのも非常にこう豊かに感じられるというのが非常にいいところです。シャルドネってやっぱり檻との接触って重要な作り方だと思うんですが、グラスによって時々それがわからない時もあるんですけども、これは本当にはっきりとわかります。どれくらい檻との接触してるのかなとか、シュルリーなのかな、もしくはバトナージュなのかなといったニュアンスが結構はっきり出るグラスだと思いました。今言った檻との接触だけじゃなくて、キダル発酵、キダル熟成、それからそうですね、MLF っていうのはシャルドネすごいあと2つ重要な要素だと思うんですが、これが結構如実に分かるグラスだと思います。まあやっぱりシャルドネ作ってる人って目指せブルゴーニュって作ってて、そのレシピは樽発酵、樽熟成、オリトの接触、MLF なんですけども、そうですね、このグラス結構最初から豊かな果実味を楽しめるので、例えばニューワールドの果実味が主体なものでもいいし、時々最近いやそうじゃないニューワールドでも結構ブルゴーニュに寄せて果実味を抑えていくんだっていう産地が増えてきてるんですね。例えばこのナーもそうですし、今日は海沿いのワイン産地だと思うんですけども、オーストラリアも全体的に果実味を抑えてるんですけども、そういうものでも引き出しやすい、例えばお客様でいや果実味を楽しみたいんだっていう方時にはいらっしゃると思うんですよね。そういう方にはこのグラスでご提供いただければ、最初からその果実味っていうのは捉えやすいんじゃないかなというふうに思います。例えば、今日ナーのシャルドネだったんですけど、ナーのシュナンブランの、シュナンブランはナー2つあるんです。ステンレス製タンクタイプとキダル発酵、キダル熟成のタイプなんですけども、後者のキダル発酵、キダル熟成タイプも、このグラスもちろんマッチしてくると思いますし、ローヌのビオニエですね、コンドリューとか、これもキダル熟成、MLF しているタイプなので、もちろんマッチしてくると思います。最初にお話ししたこのグラスの形状なんですけども、すごく何でしょう、背が高くってスタイリッシュなんですよね。でこのグラス自体がすごく存在感があるなという印象でした。ですからテーブルコーディネートがちょっとこうシンプルな時、例えばよくレストランで花が一輪飾ってますみたいな、そういったお店もありますけども、そういったシーンでもいいなと思いました。あと2つ目がこれを結構時間を置いて使っていくと、アイソーグラスなんかと比べると香りのバランスが崩れづらいと思ったんですね。結構アイソーは第2アロマとか結構飛びやすかったりするんですけども、それがないんですね。だからゆっくりこう時間をかけて楽しんでいただくようなお食事のシーンでご提案したいグラスだなというふうに思いました。つまり、食前、食中、食後を通して楽しんでいただけるグラスだと思います。もしご自宅でこのグラスを楽しみいただくのであれば、こちらのシャンパングラス、
まあ、ヴィンテージのついていないもの、まあ、ヴィンテージがついているもどちらも楽しめます。ヴィンテージがついてないものとなれば、すっきりしたタイプのものは通常のグラスのみで100倍魅力を見出せると思います。こちらのシャルドネグラスなんですけども、よりリッチなもの、芳醇なものがさらに実力を発揮できるんじゃないかと思います。